コーチのための柔らかセールスサポーター松尾です。今日もよろしくお願いします。と今は、夕方の5時ぐらいなんですけど、とまだ起きてから何もまだ食べてないです。と独立してからはですね、と結構自分でご飯食べるのも調節できるので、食べちゃうと眠くなっちゃうんですよね。なので夜しかあんま食べなかったりとかします。はい、もうすごい冴えてますね、食べてないので。はい、とコーチのための柔らか成功術とはっていうところを今日お伝えしていきたいと思います。とこれは私が、看護師をしながら、1年半余りでですね、とコーチング業だけで223万達成して、本業副業合わせてですね、年収1000万、達成したノウハウと、あと独立後ですね、ウェブだけで、本業だけでですね、コーチ業年収1000万以上達成した、ノウハウっていうのの、まあ、柔らか成功術ですね、このちょっと、まあ、自分で言うのもなんですけど、柔らかく軽やかに成功していったステップがあったので、ぜひ皆さんこの通り、まあ、これを活用してですね、年収1000万コーチになっていただけたらと思っています。と年収1000万コーチというのも数パーセントなので、できるだけ、まあ、私がお伝えするコンテンツで、できるだけこういったコーチを増やしていくことができたら、嬉しく思います、といった意味を込めて、これをちょっと作ってみました。とまずですね、コーチになりたいと思って3から6ヶ月間で、どういうふうにしたら、柔らかく成功できるのかと、コーチ6ヶ月目以降でですね、どういうふうにしたら、うまくいくのかっていうところですね。とまずはやっていただきたいのはですね、とまず、Facebook っていうものを大きく利用して、契約率をアップさせる方法をまず取っていただくといいですね。で集客に一番先に目が行くんですけど、まずは契約率を上げることが大事になります。これは理由は、今までの過去の YouTube の動画とか、あとはグループセッションとか、クライアントさんにはお伝えしてるんですけど、この順番の方がうまくいきますね。でコンテンツはこの後ですね、契約率を上げること、集客を上げること、コンテンツは最低限のものを上げていくということをお勧めしています。年収1000万コーチになるためにはですね。でFacebook の利用をまず最初にやるっていうのをお勧めします。 Facebook がうまくこう苦手だなって思う人は無理には進めないんですけど、 Facebook でうまくいった後にブログに着手すると効果的ですね。なぜかというと、ブログはハードルが高いからですね。とやることいっぱいあるし、ブログでうまくいくためにはいろんなことを整えていかなきゃいけないんですよね。お客様の声、プロフィール、実績、肩書き、コーチとしての肩書きですね。それをそういう自分になるまでにはハードルがこれだけ高くなっちゃうんですよね。なので階段を一つ一つ登ってた方が絶対いいです。柔らかくいきたいんだったらですね。と Facebook で、まずやると何がいいのかというと、自分のセルフブランディング力も高まります。で、セルフイメージも上がっていきます。コーチとしてのですね、最初コーチ自分このその私の状態でクライアントさんにお金取れるのかなとか、こういったコーチの、あり方とか、コーチの自信とか、他の分野では本業のところでは自信がついても、コーチの自信ってまだついてない状況ですよね。じゃあどういうふうに高めていけるかというと、 Facebook で、自分を自己開示していったりとか、こういったいうふうなことをやっていくと、セルフイメージ、コーチとしてのセルフイメージが勝手に高まっていきます。で自分がどういうふうにコーチとして見せていけばいいのかなとか、こういうリアルとかフェイスブックでの、やり方、成功体験が今度ブログに生かされてきます。ブログ、メルマガとかですね。最初からブログ、メルマガをやろうとすると、コーチは結構ハードルが高いです。なので、これをお勧めします。で、私が、そうですね、柔らかセールス100万講座で教えてるのは、大体こういった構築なんですけど、もう3から6ヶ月後にはフェイスブックから、またはリアルから、20万から30万、行く人は50万のご契約を 2,3 人は取れるような状態にできます。で、リアルまたはフェイスブックからですね、そういった状態から今後、そういった状態を作ってから、集客の方をやっていきます。ここは肩書きなしでも大丈夫です。コーチとしての肩書きなしでも OK で、こっちはコーチとしての肩書きが必要になってきます。なのでコーチとしての肩書きができない状態でもうまくいくことを最大限に高めて、クライアントさんとご契約して、
そうですね、300万から500万、600万の収入を得てからこちらの方を構築していくことも可能です。はい、ちょっと早口になっちゃったんですけど、今日もありがとうございました。はい、失礼します。